1987年から進められてきた県営総合グランドの建設工事が9月の飛び込みプールの完成で全部が終わり、望月知事公室長の手でテープが切られました。続いてオリンピック候補選手の飛び込み演技が披露され、華やかなプール開きが行われました。こうして水泳場、野球場、陸上競技場、テニスコート、サッカー場など近代施設を誇る県営総合グランドは、全県民のスポーツセンターとしてスポーツの年を迎えたのです。東京オリンピックに備えて11月1日、県境の国会橋で聖火コースをつなぐ国土美化の大行進が山梨県にバトンタッチ。沿道の人たちの歓迎する中を韮崎、甲府、大月を経て上野原で神奈川県に引き継がれました。東京オリンピックは世界の人たちに平和日本、観光山梨を理解してもらうまたとない機会となりますので、みんなで県内を美しく、みんなで親切にもてなして、東洋のスイスとしての期待に応えましょう。今年は東京オリンピックが開かれるスポーツの年です。整えられたグランドでは、今日もワコードたちがトラックにフィールドに、そして球技場に、はち切れるばかりの若い力を競っています。健康を守るためのスポーツ、疲労を回復するためのスポーツ、そしてたくましい体と心を鍛え上げるためのスポーツ。私たちは今年こそスポーツの価値に目覚めて、大いにスポーツを奮い起こしましょう。そして世紀の祭典といわれる東京オリンピックを意義深いものにしようではありませんか。